こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回でエデン条約編、全4章最後まで終わらせます。第4章ストーリー、メインストーリー、聖女バルバラから。すごい格好だな。ん？なんか急に戦いが。始まった。ほっといても勝てるでしょ。後ろから何が来てる？バラバラ？なんだこれ。おっと、ミカが立ち塞がる。バルバラと戦いだ。あと7体か。ミカ結構やばい。無理か。ミカはミカで戦ってるから無理なんだ。ん？これ勝ちなのか。勝ちですね。とどめはさせ、バルバラにとどめはさせなかった。異星女っていうのかな、これ。行きましょう。まだまだ現れる。うん。僕を助けた姫か。アツコな。おお、ミカやるやん。そうだそうだ。大丈夫かな。再度戦います。戦闘準備完了。無意味。なんか3体なんか、なんだこのクマ、クマみたいなやつ。え、なに？ではまた次の場所へ。それ大丈夫か。
出てきた。あの、アンブロジウス。だよな。あと、ザコ2人。オッケー。次はどうする？バシリカの異性症。おっと、捕らえられている。ハイレグレオタロスアタ。あつこ。お、ビアトリーチェだ。来たか。ビアトリーチェ。てかまあ、来たはこっちだけどな。神の子羊。なんて言うんだこれ。アグヌス。信仰？神秘か。神秘をアツコから吸わせようと。誤解？アツコから吸わせた神秘を。ピアトリーチェが自分をで高いものにしようとするのか。あとはこの価値を理解しているでしょう。すべての生徒を心配することを使うことをできる絶対的な力を有すあなたら。それは違うよ。いい音楽だな。私は審判者ではない。誰かを審判する権利は私にはない。私は救済者ではない。この世界の苦痛を消し去ることはできない。痛いですよね。私は絶対者ではない。この世界の罪悪をなくすことはできない。私はそんな存在ではないよ。生徒たちのための先生だよ。焦られ苦しむ生徒に寄り添いたいだけ。え、バトル？なんか来そう。え、ビアトリーチェ、お前、それが正体なんだね。ビアトリーチェが正体を晒す。スキャラみたいなもんじゃん。やるしかないよな。怖がらないで、私がついてるから一緒に頑張ろう。怪物。ビアトリーチェは怪物に行こう。二人だが行け。もうザコからだな。人生って言ったらクラナドだな。クラナド思い出しちゃうよな。中原マイボイスで言われると。ん？来た。このなんか
植物みたいな存在が変身したベアトリーチェだというのか、やるしかないでしょう。オッケー、結構効いてる。問題はヒットポイントだよな。多分ついに雑魚敵呼んでくると思う。結構効いてるな。ん？勝った？わからん。全部削ってないんじゃないの？削ってるかな？まだかもしれん。お、もっと戻った、ベアトリーチェ。神秘が完璧じゃなかったみたいな。シーカに存在するすべてを拾う、こう、すべ、こちらに戻ってきなさいって言ってますね、ベアトリーチェ。戦いが冷静になるよな。少女たちをキリエ。タイトル回収？ユスティアン生徒会。ミカだ。ミカも結構ダメージが深い。倒れてしまう。誰か来る？ワープした？どうすんだ？あ、やばいな。お、ある、そうだよな。なんだ？アリュスカット、あなた強い、祈るね。ほほ、なんだ？ああ、オルガンが。
たちは通れないよ。ここは私は食い止めるから。行こう。助けが来ない。救いはない。知恵がなかったんだ。アリウスって。黙れ、先生か。私を大切な生徒に話しかけるな。許さないからな。ん？なんだ？今度は。あ、そうだ、沙織。え？なんで？対象支払えと。お。お、戦いだ。やばい。総理がいない。そっか、沙織がいるのか。こういうのも人生ですよね。時間制限があるからな。こういうのも人生ですよね。チリはチリに帰るのか。ではまた次の場所へ。これでわかるな。ではまた次の場所へ。ではまた次の場所へ。もうちょっと。やりました。私にはこのくらいしかできないので。分かったよ、お望み通りに。それどうして。うん、おろしました。
か。ベアトリーチェはまだ生きてるな。終わりだろ、ベアトリーチェ。ん？え？ゴルゴンダじゃん。もし来たか。と物語ではない。どうなるんだ、ビアトリーチェは。破壊するバカなんて、そうだったんだ。ゴルコンダの作品だったんだ。トイちゃん生きてなんか、生きてんのか。そうだったんだ。マスクってそのためにいるんだった。そうだね、沙織は責任を負わないといけない。そうだよな。お、
しんどいな、ここ。そうだよな。だからといって苦しんで飛んだせんのわけではない。子供たちが苦しむような世界を作った責任は大人の私が負うものだからね。自分の人生そのものだよ、沙織。それは今後いい先生になれるかもしれないね。これだよ。助けが必要。そうだよな、そうだよ。無限に湧いてくるな。ミカは結構苦しんでる。うわ、ボロボロだ。ミカやばい。遅くなってごめんね。味方の味方。本当だ。支えている生徒に背を向ける先生なんて、大人のカードを取り出す。
和を着た。これ戦うのか。またはもう自分のユニットで戦うのか。3勝について、まあ勝てると思うけどな。だいぶ強くしたからな。え、属性ってなんだ。ようこそ先生。あ、これこんにちは先生。ここではこんにちは。こんにちは。お待ちしておりました先生。今日も平和。こんなに食べられません。これ戦うんだよな、また。そうです。敵の属性がわからんから、なんとも言えんな。さあ、行くぞ。移動する。あれ、ティボシが書いたんだ。いや、自分で操作しよう。これは。大丈夫だな。どんどん溶けていくよ。誰もそこからは逃れられない。お願いします。すべての方に救いを。覚悟しろ。得意反射どもめ。あれ、ティボシが書いたんだ。まあ、すごいな。どうだ。次な。今です。もうちょっとバルバラ、バルバラ倒せば OK か。これがゲヘナ空気みたいな力だ。アリウス、お世辞実現委員会。お、峰団長。食釣り。参ります。
うん、競技師団。大きい構成。私たち。次？研究官の逮捕？取り入ってきたのか、あの美食が。お、なぎさ。そうだよな。しかもティーパーティーをセットで。お、せいやが。過つ衝動で動いてことを過つ。なんだこれ、こいつ怪盗？え、なになに、突然。大丈夫か。偉いなあ、なぎさ、せいや。長くなっちゃうよな。なるほど。うん。桜子さんは。スさんもいい子だな。お、ウィーだ。え？違和感ありまくり。
なんだ。カタコンベアの地図が。さっき復元？3年生だったな、ウイって。そしてイチカ、これは前の過去の次元なのか、出動前の。おこはるは今あの方に。ああ、ミカだ。おお、偉いな小春。そういうことか。うん、正面かい、それいいと思うんだけど。エピローグ来た。ピーターどこに？え？なんで？沙織一人で消えたのか。
確かに。そして沙織は？見ることはない。なんだこれ。ん？不穏すぎるだろうこれ。システムの箱が。始めよう。なんと。マイナス。
あ、はるかだ。許せ？え、なんで？いや、なんだこれ。そうやな。行ってしまった。あ、さっきの便利屋ストーリーってこれが接点だったんだ。なんですって？お、終わった。エデン条約編をコンプリートだ。解放されてないってことはパバーヌをやることになるのか。この流れだったら、そう、ファイナルの4章中にはクリア。ってことは、これ最終章、クリア後なんだな、カルバノブって。次はパバーヌと2章ってことか。はい、ということでエデン条約編ですね、4章忘れられた神々のためのキリエ、アリウススクワットも、ミカもある程度救われたっていう、まあビターエンドかなっていう感じだったですね、はい、ということでこれでストーリー一段落。次、まあパバーヌ編2章ですが、これが本日の業務内容。あら、何かあったのかしら。これは予想外だわ。あと一つだから、違うのか。待っていたわ先生。いちごミルクは。ようこそ先生。こんにちは先生。ここでは。初子。お帰りなさい。お帰りなさい先生。一緒にお待ちしておりました先生。今日も平和な世界のために一緒に頑張りましょう。その、ぜひこちらを先生。もう終わったのですか。お待ちしておりました先生。今日も平和な世界のために一緒に頑張りましょう。かも。水木白子。唯一乗ってないのが水木セリカですよね。
ようこそ先生。今日のご体調はいかがですか？それはひとまず。ようこそ先生。今日のご体調はいかがで。モートークも結構残ってますし、次回はこのモートークを、見に行こうかと思います。だいぶ傷ランクも上がりましたしね。トリル応援団とかある。ゆずが一番古いのか。風順から読んでいこうかな。はい、ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。旧 Twitter の X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ブルーアーカイブ、お送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。